YouTube をご覧の皆さんよろしくどうぞ。今日一郎です。いつしかの動画で山形行ったのを覚えてますでしょうか。その時にですね、道の駅に行ったんですよ。なんか視聴者さんの方からリップの方で新しくできたとこだから行ってみてなんて言われてたんで、通りかかったんで寄ってきたわけですよ。でそこの道の駅にもね、山形ならではのものっていうのかな、今日はそれを紹介したいなと思います。山形と言ったらですね、はい、まあどうやらなんかお米つや姫がすごい有名らしくて、お米つや姫、とりあえずこのお米をちょっと炊きたいなと思います。はい、はい、ちょうだい、はい、わて、炊く。はい、じゃあちょっと同時進行でいけるものいこうかね。か玉こんにゃくとか、うまそう、なんか串にぶっ刺さって電子レンジ2分。え、このままぶっ込めばいいの。いや、後ろ見てほしいなと。ラップだって、あぶねー。ラーメン全部食べられないんで、この美味しそうな方はまさかの紹介しないと。はい、じゃあとりあえずこの辺のサラミソーセージあたりいきますか。梅沢牛のサラミだって。そうよ、あっ、うっ、あ、なんかちょっと高級感あふれてる、うまい、うまい。あれ、カルパスに慣れてるとこれがもう神みたいな。サラダやチャーハンの具にもグッと米とも合いそう。いや、これうまいわ。これ何、山形花笠祭り天童将棋の場。つや姫を使用したうなぎパイ。うなぎパイじゃなくて、つや姫使用パイだよ、パイ。多分うまそう。源氏パイみたいな感じ。これ絶対うまいじゃん。絶対うまいよね。うん、普通のパイじゃないの味が。だからうなぎパイとか源氏パイよりも甘さがすごく控えめで食べやすいよ。くどくない、全然。俺これめっちゃ好きだ。おい、めっちゃ好き。あ、ゲットしちゃった。やっぱおでんでもね、糸こんにゃくとか大好きな人間なんで、この玉こんにゃくです。味が染みてうまそう。うん、こ、梅、梅めちゃめちゃ腹持ちいいし、めちゃめちゃうまい。煮物の、そう、煮物の味。ちょっとラーメン作るからどっち。いや、え、待って、マジでうまいんだけど、このこんにゃく。ではチャレのラーメンが出来上がるまでしばし待たれ。あいやー、あいやー、できた。じゃあ、あったかい方からいただきますね。はい、米沢ラーメン。米沢ラーメン、なんかラーメンの消費量が一番多いとか言ってたよね。カップラーメンやインスタントラーメンでは出さないこのもちもち感、これ好き。好き。この冷たいラーメンがちょっと気になってる。あ、これうまい。うまい。冷やし中華好きじゃないけど、うん、これうまいわ。夏にめっちゃ食いてえ。それ醤油ラーメンの方はまあ普通の醤油ラーメン、ただこっちはもう全然違う、ね、大満足。ここで主食行ったんで、さらにまたデザートに行きたいと思います。え、クッキーシューラスク。すごい見た目してる。すごいね。え、シュークリームじゃん。すごい。うん、ビアードパパのシュークリームをカッチャカチャにした感じ。美味しいね。うん、うまい。父ちゃん好きな感じじゃん。うん、これ美味しい。ね。山形の道の駅って当たりが多い。え、それじゃあ次はお米町。じゃあね、これもあったよ、マコロン。落花生って書いてあるね、焼き菓子なんだ。これも食べよう。ウコギ。あ、落花生だ。違う、ウコギっていう、あの、葉っぱ。いや、ウコギは知らんけど、落花生の味しかしねえよ。落花生と砂糖の味しかしない。焼くよ、ばかり、食ってみ、食ってみ。うん、落花生でしょ、クソだけ。でっかい落花生食べてみたい。つや姫が炊けたぞ。じゃーん、見て美味しそう。こいつをおかずに食いたいと思います。濃いです。濃いって食べるもんじゃないよね。この濃いと甘塩、納豆で。え、なにそれ、すごい。わ、これうまそう。納豆だよね。納豆と塩、これやばい。これ、超うめえ。納豆の塩漬けって話。うわ、こりゃうめえわ。っていうか、つや姫、うめえ。米うめえ。米うめえ、納豆うめえ。最高だ。てか、米うまっ。いや、米がめちゃめちゃうまい。食べてて。
も。だからあの納豆のネバネバ感はないよね。あとなんかうまいタレっていうのがあったんですけど、ざるそばうどんとかかけそばうどんとか天つゆとかそっち系だね。え、ちょっとチャレ味見したい。おー、え、めんつゆじゃないよ。あれかな、天丼の上でハッとやる。あ、そう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 、恋ができましたよ。ちょっと待ってよ、これもう恋って食べれるの？で、食うとこが少ないけど、でもめちゃめちゃうまそうだな。ね、あ、なんかでも缶詰っぽいな。缶詰か。いやちょっとこれ衝撃だわ、山形道の駅。まあ、冷たいラーメンっていう新ジャンル、そして天丼のタレ、あとこの納豆、全てをこう際立てる米で、デザート系もうまかったし、ちょっと今回は大当たり引きまくってるよ。米、今度からうちこの米ですか。つや米ありだねこれね、めちゃめちゃうまい。はい、というわけで、もう京ちゃん的には一番衝撃だったのはこの冷たいラーメンでした。これびっくりしたし、あのさっぱりしてて、このこれからのシーズンすごい食べたいなと。米も多分うちは多分今度からこのつや姫になるぐらい美味しい、すごく美味しく食べれたんで、ぜひ皆さん、山形に行った際は道の駅に、行ってみてください。以上、京ちゃんの、山形の道の駅のお土産をいろいろ買ってみたでした。うまい。いや、中もうまくない？うまいね。これはチャレ好き。ラーメンはこっちの食べてない系もラーメン。全部なんか醤油っぽい。